レスター・ボーイは、アメリカのジャズ・トランペッター、作曲家、アソシエーション・フォー・ザ・アドバンスメント・オブ・クリエイティブ・ミュージシャンズのメンバーで、アート・アンサンブル・オブ・シカゴを結成した。メリーランド州、フレデリックのバートンビルに生まれ、ミズーリ州セントルイスで育つ。バートンビルは、歴史ある、黒人集落で、ボーイ家は、フレデリック軍のリンガのアバートンズ・ビル地区に長い、ルーツがある。 5歳の時にプロミュージシャンである父からトランペットを学び始めた。影響を受けたミュージシャンにルイ・アームストロングを挙げている。ドキュメンタリー、ケンバンズ・ジャズ第2章にて最初のアイドルの一人はルイ・アームストロングだった。本当にルイを偶像視していた。ルイのようになりたかったんだ。キング・オリバーがシカゴにルイを読んだ話は全部読んだよと語っている。 ブルースのリトル・ミルトンとアルバート・キング、そしてリズムブルースのソロモン・バーク、ジョーテックス、ルーファス・トーマスと演奏した。1965年、歌手フォンテラ・ベースの音楽監督、そして夫となる。セントルイスで、ブラック・アーティスト・グループを結成。1966年、シカゴに移住し、スタジオ・ミュージシャンとして活躍。ムハル・リチャード・エイブラムスとロスコー・ミッチェルと出会い。 国務に参加。1984年ハンブルグにて1968年にアートアンサンブルオブシカゴ、ミッチェル、ジョセフ・ジャーマン、W、マレカイ・フェーバーズと結成。レスターは生涯グループのメンバーであり続け、ジャック・ディジョネットのニューディレクションズ・カルテットのメンバーでもあった。ジャマイカやアフリカに住み、フェラ、クティと演奏し、レコーディングした。 レスターの二つ分けの顎ひげと白衣は、アートアンサンブルのステージショーにおけるトレードマークでも、あった。1984年、レスターボーイのブラスファンタジーを結成。アートアンサンブルよりもポピュリスト的なアプローチをとり、ホイットニー・ヒューストン、マイケル・ジャクソン、マリリン・マンソン、そして、スパイス・ガールズの曲を演奏し、時折真面目な楽曲を演奏した。彼の、ニューヨーク・オルガン・アンサンブルには、 ジェームズ・カーターとアミナ・クロディール・マイヤーズがいた。1980年代半ばには、テナーサックス奏者のチコ・フリーマン、アルトサックス奏者のアーサー・ブライス、ドラマーのファモド・ドン・モイエ、ピアニストのカークライト・シー、そしてベーシストのセシル・マクビーと共に、ジャズのスーパーグループ、リーダーズの一員であった。アバンギャルドと見られるが、ボーイは、ジャズ・とランペットの全体の歴史から技術を採用し、 汚い音、破裂音、うなり音、ハーフバルブ効果などを使い、ユーモアを混ぜている。レゲエ、スカへの愛は、スカレゲエハイバップなどの曲に見られ、スカタライツと1994年のアルバム、ハイ、バップスカにて同曲を演奏、ジェームズ・カーターとは、カンバーシン、ウィズ・ザ・エルダーズという楽曲にて演奏した。1994年、レッドホット・オーガニゼーションのコンピレーションアルバム、 ストール・ンモーメンズ、レッド・ホット・クールに参加。同作は、エイズ・チャリティー作で、タイム誌のアルバム・オブ・ザ・イヤーとなった。ボーイは、多種多様な音楽アプローチを志していたため、ウィントン・マルサリスの保守的アプローチを批判していた。マイルス・デイビスは、アート・アンサンブルの作品を褒め、レスター・ボーイはいつだってヒップな演奏をするよな、とインタビュー集、マイルス・オン・マイルスで発言している。 1999年、2番目の妻であるデボラと20年間、暮らしていたブルックリンの家で、肝臓癌により高い。生まれ故郷のバートンズビルに埋葬された。翌年ダウンビート氏のジャズの殿堂入り。2001年、アートアンサンブルオブシカゴは、レスターへの追悼作、トリビュート2レスターをリリースしている。デビット・ボーイ・ジャックで情熱で、ブリジット・フォンテーヌ・メルビン・ジャクソン・ファラクチ。 フランク・ロー・ジミー・ライアンズ・ロスコー、ミッチェル・デビット・マレー・サニー、マレー・チャールズ・ボボショー・アーチー・シェップ、アラン・シルバ・バダダ・レオ・スミス。ありがとうございます。